アベマプレミアム会員ならどこよりも早く K1 大阪大会が見れる。さらに安保 VS 山崎戦を木村実が解説するアベマプレミアム限定コンテンツも。先にリング上待ち構えていました青津です。そこにじりじりとやってきたのがタカ。いやーこれ2人とも中村さん気合が前面に出てますね。そうですね、特に今回初3連戦なんですけど、タカ選手はなんかこういい雰囲気持ってますね。同感です。何かやってくれそうな感じもしますよね。このふてぶてしさといい、このタトゥーが入った体つきといい、はい、なんか怖い感じがしますよね。そして今構えこう力が抜けているところからですね、はい、長いパンチと蹴りを放ってきます。でも驚くのはこれがまだ8戦目なんですね。タカ、そうですね、そうは見えないですよね。すで、はい、に J ネットワークのスーパーライト級では第3位。いやー力がありそうです。そして J ネットワークのライト級暫定王者が青津なんですよね。そうですね、その J ネットワークというくくりで言えば青津選手の方が格上なんですけども、はい、まあ、タカ選手はそういうのを感じさせない、どんどん前に出ていいですね。左ミドル、左のインロー、首を振るような動き、人を送ったような雰囲気もありますね、はい。ただ本当数字で見ても分かる通りすごく KO 率が高い選手なんですけども、はい、まあ、パンチも蹴りも重いですよね。そうですね、はい、1打1打思い切っていきます。5勝して 4KO、 左ボディ今もえぐるように放ちました、はい、こう選手によってはこうパンチを捨てたりとか蹴りを捨てたりする選手も多いんですけど、はい、なんかこう高選手の攻撃はなんか全部効くみたい な、 なんかそんな感じがしますね、はい。今のガードの方も右を高く上げて、その後相手を睨みつけました。タカです、青いグローブ。ちょっとタカ選手がうまく蹴りとパンチを散らして、はい、自分のペースリズムを作っている印象がありますね。あ、もうこの段階でそうなりましたか、はい、ややなんか青津選手が捉えきれてないというか、ちょっとなんかやりづらそうな感じがしますね。今は左のパンチを顎へ。これはバッティング、はい、青津の頭が高の左のまぶたのあたり当たったようです。あ、目の下ですかね。そうですね、まあ、特に切れたりダメージはなさそうなので、はい、大丈夫だと思うんですけども、続行です。 63kg 契約、今現在 K1 を中心に熱い階級パンチ合戦です。まあ、でも高橋選手の右の方が当たったんじゃないですかね。そうですね、はい、そしてその後、この辺りで攻撃先に仕掛けてくるのがまた高なんですね。そうですね、しかもちゃんとパンチが当たった後にインロー、アウトロー、また蹴りを使って攻撃を散らしたりして、なんかこうバッティングがあったりこうクリンチで注意があるっていうのはなんか青津選手のなんかもどかしさみたいなのをちょっと表してる感じがしますね。ともすれば目測を誤った、はい、そんな展開だったのか。青津にとってここもスリップ、パンチの軌道はそうですね、自分のものになかなかできない。そうですね、ちょっとなんか空振りも多いですし、逆に高選手のパンチがそこに当たったりもしているので、はい、乱戦の中でテクニックをアピールしてくるんですけれどもね、青津、ね、いつもは今回はちょっとそこまで行ってないですね、はい。高尾こういう選手がまだいて出てきたのかっていうのちょっと驚きですね、はい、そうですね、はい、いや面白い存在が現れました。2人ともに1984年生まれです。ちょっと青津選手はこのラウンドは軌道修正しないとちょっと高選手に持ってかれてしまうと思いますね、はい、このままではまずいですよね、はい、でキャリアからしても先方からしてもそれができる存在だと思うんですが、青津、はい、これはローブローです。ちょっと蹴りが、ね、高い、気をつけて2回目
だから、気をつけて、口頭注意。はぁ、これ今蹴りに対してそうですね、インローが2回、はい、ローブローになってしまったのでそれに対する注意だと思うんですけど、Jネットワークでは一つ階級が上、高ドラーパンチが鶴瓶打ち当たっていました、アウツダウンです。いやー、今右がちょうど打ち下ろすように当たりましたね。はい、青津がダウンを奪われます。これかなり効いてるんじゃないですか。そうですね、はい、この表情です。あ、効いてますね。足がぐらついている。一気に前に出る、左のアッパー、2度目のダウンです。ちょっと瞬きすらできない状態になっているんですね、青津。かなりダメージ大きいと思いますね、いやタフでも知られている青津なんですが、22戦目、あと1回ダウンを奪えば8戦目のタカが KO 勝利。文句なしです、番狂わせと申し上げましょう。いや、これは驚きましたね。やりましたね、